え、西本です。皆さんよろしくお願いします。えー、っと、あの、黒い T シャツを着てますが、僕はあの、えー、オーガナイザーであり、えー、スピーカーとして今回参加しております。で、えっと、ご承知の通りかどうかわかんないんですけど、あの、今年から Ruby 会議には、アクセシビリティポリシーというのが、えっと、ポリシーに追加されてまして、あの、いろんな、あの、状態の方、障害を持ちの方が Ruby 会議に参加できるように、 しましょうということが、まあ、歌われ始めたんですけど、まあ、あの、今回、えっと、オーガナイザーとして参加させていただくにあたって、えー、もっと、例えば、障害を持っている人が聞きたくなるコンテンツだとか、障害を持っている人を理解できる内容が、ルビー会議にあったらいいんじゃないかなということで、この話を提案しました。で、えー、僕の紹介ですけど、えー、広島出身で、 東京とか京都にいて、今広島在住で、えー、っと、一応工学博士なんですけど、まあ、あの、うん、だらだら仕事をしていて、17年かかって博士論文を書いた人です。で、えっと、音声とか音響とか言語処理とか機械学習みたいなことを技術的にはかじりながら、なんか論文を書くときは実験心理学やったり、あの、応用やったり、いろんなことをしました。で、今は、えっと、フリーランスで仕事をしてます。で、その傍ら、 えっと、アクセシビリティに関する、おっと、アクセシビリティって言うとですね、あの、ごめんなさい、僕今朝楽屋で聞いてびっくりしたんですけど、僕アクセシビリティの話をしますって言ったら、あの、型とか関係あるんですかって言われて、え、何のことだろうと思ったら、そうか、ルビー会議でアクセシビリティって言ったら、アクセスターとかなんとかあっちの話なんだっていう、<laughs> 話があってですね、僕、そういうタイトルにしたらものすごい、ん殺到して、みんながっかりして去っていくっていう、<laughs> そういうタイトルにしなくてよかったなとほっとしたんですけど、 えっと、そういう、あの、障害を持ちの方のための支援技術っていう分野の、えっと、オープンソース活動をしてます。具体的には、えー、ノンビジュアルデスクト,デスクトップアクセス、NVDA っていう、これはあの、NVIDIA っていう会社の ティッカーコードと同じで、ツイッターで探すとよく、あの、ディープラーニングとかそっちの話ばっかり出てきちゃうんですけど、えっと、同じような名前の、えー、ソフトウェアの活動を、えっと、僕、日本の、あの、活動チームの代表をして、えっと、まあ、あの、翻訳ですとか、あるいはその、えっと、拡張、日本のユーザー向けの拡張した、えっと、NVDA 日本語版っていうのを、えっと、リリースしてます。えっと、皆さんに関係がありそうな拡張で言うと、 例えばその NVDA ってあの Windows 用のえっとアプリ、スクリーンリーダーなんですけど、詳しく後でお見せするとして、あの操作をするときにインサートキーがいるんですよね。で、僕もあの去年まで MacBook Air ユーザーだったのでよく知ってるんですけど、インサートキーなんてないよっていうところからまず Mac ユーザーに NVDA は使ってもらえない。という、いろいろ苦労して、あの、結局僕ここに落ち着いたっていうのが、 エスケープキーをインサートキーに、えー、の代わりに使えるっていう拡張。これ何が嬉しいかっていうと、多分ですけど、あの、エスケープの物理キーが Mac にある人は使えるし、ない人は多分頑張って、あの、別の物理キーにリマップしたら、キャップスロックが有効に使えるんじゃないか、みたいな。<laughs> みたいなことを <laughs> やってます。で、えー、っと、あとはまあ、あの、普通に日本人の、あの、日本のユーザーが必要な音声合成の日本語対応とか、 展示の日本語対応とか、あとは、あの、エクセルの形線の読み上げみたいな、日本のスクリーンリーダーユーザーが必要な、あんまり外国の人がや,やらないようなことを、本件にプルリク出したりしています。なんですけど、あの、まあ、こんな、あの、海外行ったり、海外の人呼んだりとか、いろいろやってるんですけど、もともとあの、10年ぐらい前に、えっと、島根県 CMS っていう、あの、 島根、島根県 CMS ここで出すとどうなるのかってヒヤヒヤしながら出してるんですけど、あの、Ruby on Rails で書かれた、えっと、自治体向けの CMS っていうのが、えっと、オープンソースで出てきたときに、Ruby コミュニティすげえなって、アクセシビリティというかその支援技術の、あの、なんですかね、えっと、サポートっていうか頑張りをすごいなと思って、すごい注目して一生懸命島根県 CMS のソース読んだりしてて、 その時は僕、Python やる人になるとか、夢にも思ってなかったっていう人です。その後あんまりやってないんですけど。<laughs> えっと、で、えっと、安木市のホームページ、ウェブサイトが、あの、今もちゃんと島根県 CMS の最新版をお使いだというのを昨日確認しました。例えば、右上の読み上げっていうボタンを押すと、この CMS のこのページに投入されたテキストが、 えっと、あらかじめバッチ処理で、えっと、MP3 かな、音声ファイルに変換されて、ボタンを押すとテキストと同じものが、あの、音声で聞けるようになっているというような、えー、コンテンツが、あのツールが Ruby の世界にもあるというのを僕は知っているんですね。で、えー、っと、じゃあ、プログラマーどうなのか。 最近またこの発表するためにいろいろ調べたんですけど GitHub にあの視覚障害を持つプログラマーが自分が作った自身が作ったえっと Ruby で書かれたテキストエディターっていうのを見つけましたあのこの会議テキストエディターの話がみんな好きだっていうことが分かったので <laughs> テキストエディターの話をあえて持っていくるんですけどえっと、えー、説明にはこう書いてありますあのえっとオーディブルインターフェースまあ聴覚インターフェースの ためのエディターで、見える人が見てもなんだかよう分からんエディターだよ、というものです。で、えっと、これ僕ちょっと、これだけ、あの、Mac でしか動かなかったので、ビデオを撮ってきました。よいしょ。で、えっと、ちょっと音を出しながら、コメントをしながら、ちょっとビデオを見てもらいます。よいしょ。V, I, E, R, space, i p e これは、あの、ソースを指定して読み込んで、矢印 P でそれを読むっていうだけの、 操作を今からしますまず下に向かって矢印をつけて終わったので今度は上矢印をして上に向かって読みます多分音だけ聞いてると何の疑問もなく。

というわけで、これ何をやってるかっていうと、あの、Mac のボイスオーバーっていうスクリーンリーダーは、コンソールに、えっと、こういうふうに、あの、1文字表示すると、それを、まあ、あの、ターミナルは読むっていう、そのスクリーンではそういう仕様になってるので、それに合わせて、ターミナルに出してやると、その画面に何が出るかは関係なく、ただ音を出す手段として画面に書き込みをしてるっていう。 というスクリーンエディターなんですね。スクリーンエディターのエディターなんですね。で、なんかあの、Ruby のコードを書くための便利な機能がいっぱいありますって書いてるんですけど、僕、ちょっとこれ以上このプロジェクトを応援できるのかどうか疑問になってきて <laughs>、辛いなっていう気がします。で、一つは、これ音声はいいと思うんですけど、実はその障害を持ってる人の、例えば目の不自由な方のニーズっていろいろあります。えっと、例えば、よいしょ、これは、 あの、僕が持ってる展示ディスプレイっていう、えー、機材です。あの、ちょっと、中古を買ってさらにもうだいぶ時間が経ってるので、だいぶ型は古いんですけど、上の方の、えっと、指の形に合わせたようなキーは、6点、えっと、展示タイプライターっていう入力方法に合わせたボタンの配置になってます。で、下に8個の点がずらーっと横に並んでるのは、あの、普通展示っていうのは1文字を6個の点で表すんですけど、 コンピューターの世界では8個の点で表せた方が便利なこともあるので、まあ8点あ。まあ、コンピューターの仕事しない人はカーソルとして使ったりもするんですけど。で、えっと、その上にあるあの黒いデコボコは何かっていうと、タッチカーソルって言って、例えばその1個の、えっと、場所、ボタンを押すと、そこにキャレットが直接ジャンプしたりとか、そういうあのタ、タッチディスプレイインターフェース的な 機能が、あの、このデバイスで、まあ、実現できるようになっています。で、こういったものに対応しようと思ったら、さっきの画面ぐちゃぐちゃでもいいよね、じゃなくて、もうちょっと体系的なアプローチが欲しい気はしてくるんですけど、その前に、もうちょっと、あの、じゃあ、えっと、Ruby プログラマー、視覚障害がある人、例えばどんな仕事の仕方してそうっていうのを、もうちょっと僕なりにヒアリングして、あの、実際にお見せできそうなものを見せます。えっと、基本的に、 あの、いわゆるリモートログイン、ログイン、SSH、ターミナル、コンソールと呼ばれているもの。これはテキストしか出さない、その中で、あるいはキーボードしか打たない、その中で、えっと、ローカルだろうが、あの、リモートのサーバーだろうが仕事ができるので、これはテキストだけだからアクセシブルですよね。つまりそのテキストをうまく音声で読み上げたり、展示ディスプレイにその並んでいる文字面を文字通りに、展示ディスプレイに出せば仕事できそうな気がします。 で、事実こういう環境を好んで仕事に使っていて、特にスクリーンリーダー以外の特別なものは何もないって言ってる方は何人か僕はお聞きしています。ちょっと僕は実際にそれを実演できそうなものを、ちょっと、あ、エディターも開いちゃってるわ。ちょっと待ってください。えっと、えー、今から NVD を実際に動かします。ちょっとボリューム大きいか。タ大丈夫。あの、ボリュームえっ、ー、と、大きかったら言ってください。えっ、ー、と、 で、えっと、それだけで。このぐらいじゃないと多分声とかぶるので、このぐらいでいき,いきますね。それで、えっと、これどうしてるかっていうと、あの、えっと、Windows サービス for l i n u x で、えっと、Linux のサーバーにログインしてるつもりで、えっと、Windows のテラターム の画面読み上げと組み合わせて、えっと、Linux 側の Emacs を使っている状態です。それで、えー、っと、これ、えっと、もうちょっと,の機能を使うと、バイオセッティングドッこの辺 a i l セッティングドッグ、Brail セッティングドッグ、Brail セッあの、拡張モジュールを作ったて、あの、バトン equals tkbutton.new。 右上、あ、左上にあるのは、展示ディスプレイのシミュレーションみたいな表示になってます。えっ、ー、と、これで、今、えっ、ー、と、ソース開いてるので、矢印キーで上行くと、ブリンク。ブリンク。ブリンク。なんでブリンクなんだ、はい、うなんでこうなんだちょっと待ってください。はい、えっ、ー、と、えー、展示ディスプレイでも、

スクリーンリーダーでも保管使って仕事ができそうですよね。でしかもこれ展示ディスプレイにもちょっと難しいかもしれないですけど、ton に相当する、えー、展示ディスプレイの文字もなんとなく見えますね。こんな感じで結構やれそうな感じなんですよ。で、タブを押すとボタンになって。まあなんかうまく読んだり読まなかったりしますけど、ボタン2にしましょうか。イールしで えー、すみません。なんか適当に、僕見てチョンボしてるところもありますけど、まあ見ないでこれができてるというつもりで見てるんです。B。で、えー、っと、よいしょ。<D S 1> うーんと、あとパックしないといけないか。2> 2 A はい。で、こんな感じで、えーっ,とえー、っと、今、 キャップ T って言ったのは、大文字の T って言うんですね。で、もう一回ちょっと、あの、カーソル上げてみまし今、エグゼットね、ピッて音がしたのは、これ、インデント音で表現する工夫です。みたいなことをすると、なんとなくスクリーンリーダーと、えっと、まあ、リモートログインで仕事できそうな感じ思います。 止めないいとと調子悪いのでちょっと窓しし操作をしますが、はいえー、そんな感じで、えっと、コンソールで、えっと、Ruby のコードを書いて仕事してるよという視覚障害エンジニアの人が何人か僕の周りにはいるようです。はい。えー、っと、もうちょっとだけ仕組みの話をすると、えっと、テキストがあれば支援技術、 が、うまく、あの、いろんな方法で、えっと、それをユーザーに伝えてくれるよということで、その支援技術の代表が、スクリーンリーダーと呼ばれているものです。さっき、最初のビデオでお見,せお見せしたのは、ボイスオーバーっていう Mac、iOS のスクリーンリーダーです。Android には Talkback、Linux には o r c a Windows にはナレーターっていう標準のスクリーンリーダーがありますし、j ョ a ズっていうコマーシャルの,あの有名なスクリーンリーダーと、僕が関わっている NVDA があります。で、表示の方法としては、 触覚で表示する、まあ、展示ディスプレイと音声。で、あの、展示ディスプレイはなんとなくお分かりいただけると思うんですが、その、スペルの確認とかやりやすいので、プログラマーは、あの、長いコードを書いたりするのは展示ディスプレイが欲しくなるっていう人は、あの、僕の周りにはいます。ただ、これ結構何十万円もする機会だったり、そもそも展示そのものがなかなか、あの、訓練しないと読めないっていう方も多いので、まあ、みんながみんな展示ユーザーではないです。 で、えっ、ー、と、今あの e m a クスの話をしたんですけど、もうちょっとモダンなエディター、アクセシブルなやつないのか、実は一生懸命探してるところなんですけど、あの、なかなか難しくてですね、えっと、エディターの話を、えっと、されてる方とはぜひいろいろ協力できたらと思うんですけど、一つ NVDA のその本家の人たち、海外の人たちが頑張ってエディターとあの、コラボしているのは Visual Studio Code。で、これは クロミウムベースのエディターなんですけど、Web アクセシビリティの技術を使ってアクセシブルなテキストエディターを作ろうとしています。ただ残念ながらまだ Ruby サポートが今一つな感じなので今日ちょっとデモに使うのはやめました。それでもう一つ紹介できるのは Eclipse です。Eclipse は、えっと、m o d z l a が作った API, iAccessibleTo っていうのがありまして、これを一生懸命サポートしていると同時に、 dltk っていう、あの、モジュールで Ruby をサポートしています。じゃあ、その実力はどんなもんなんでしょう。よいしょ。えー、と、これも。よいしょ。えっと、はい。ちょっと今え、ね、インデントもうちょっと見ますか End. P. こんな感じで、インデントですね。だから、あの、Python も頑張れば書けるそうです。<はい S 2> みたいな感じで、えっと、これを例えば、えっと、すいません、僕はあのヘタレルビープログラマーなので、しょぼいコードしか書かないですけど、P, P はあんまり使わないのが <P S 1> いいのか。えっと、 スペース。ポークイコール。スペーキャップキー。ポーク。ークえこれはかけたことにしましょう。w。ポークイコールポーク .new left paren って言われますけど、結構、勝手に保管されると迷惑だなという感じが伝わってくると思います。<laughs> よいしょ。P o e、でも、保管してほしいときもあるよね。で、今度ポーク、ピリオド押します。で、<ダ><だ>残念ながら、 すぐにフォーカスは読んでくれませんが、タブを押すと、ダイアログって言って、保管候補に行きましたね。なので、ここで、バイを押すことが無事にできて、で、これを実行したかったら、えっと、えっ、ー、と、オルト a l t r に l plus F11、r, r u b y Script Tab Alt、Save and l a Eclipse SDK.、はい、で、じゃあ、クリックしてみましょう。Greeting.habitab.control.dialogue views.script explorer.console.eclipse SDK.console.close.goodbye.control. はい。という感じで確認もできるようです。あとは、えっと、outline.outline.eclipse SDK.level 1.greeting.level 0poke.expanded.one of 2. ービューなのダイアルを戻ると、ポークのクラスのステップにができました、ね、めでたい。はい。というのが、ビジュアルスタジオ、あの、ごめんエクリプスは頑張ってるという話でした。えー、みたいな感じで、えっと、もうちょっと視覚障害者の人が Ruby に何を求めてるか、どういう状況なのかを、まあ、あの、話をすると、まずやっぱり、えっと、 ルビーが1.8とかそういう時代ですよね。あのスクリプト言語で手頃に使えて面白いもので、日本語で情報が手に入るものってやっぱあんまりなくって、日本語の情報が多いからっていうことで、ルビーのプログラミングを始めた視覚障害の人が僕の周りにいます。で、えっと、もちろん、あの、グローバルにもいると思うんですけど、えっと、まあ、読みやすい書きやすい、あのコーディングの量が少ないっていうメリットは、 そのまんまそのアクセシビリティという意味でもメリットになっているというふうに思います。それから、えっと、サーバー管理のツールみたいなものが Ruby のエコシステムに充実しているというのも、そういうどっちかというとテキストベースで仕事をしたい人に、まあ、あの、向いているチャンスを与えているというのが、あの、僕の理解です。あと最近僕の周りで頑張っているのは、アクセシビリティ、例えばその Web、後でちょっとやりますけど、Web コンテンツが 本当にちゃんとスクリーンリーダーで使えるかどうかみたいなチェックをするための仕事をテスト駆動的に今はほとんどの仕事テスト駆動でやるのは当たり前なんでアクセシビリティがテスト駆動なのは当たり前になってほしいよねっつって一生懸命 R スペックみたいなものでアクセシビリティをチェックするっていうあのことを試みている人がいますみたいな感じでいろいろ期待はされてるんですけど、まあ、僕があの聞いてる逆に Ruby 辛いっていうところの一つは まだまだそのスクリーンリーダーユーザー、Windows の人が多くって、Windows の実行形式でアプリを配りたいんだけど、いい方法がないとか、あるいはその、えっと、グラフィカルユーザーインターフェースボタンとかメニューが出てくるようなものを、えっと、テキストだけで書けるような、あの、フレームワークが欲しいんだけど、なかなかいいのがないと。なかなかいいのがないって具体的にどういう話なんだっていう気もすると思うので、ちょっとここでティクル、 ティクル TK のラッパー、RubyTK ですね。RubyTK2.4 デフォルトで入ってないっていうことに、2、3日前に気づいて一生懸命入れて動かしました。よ、え、い、ー、しょ。えっと、えー、っと、これか。えー、っと、ちょっと重なって読みにくいかな。えー、っと、これでスクリーンリーダーが動いて。はい、C colon Satinho Harut TK Russell. Hellot. C colon backslash windows backslash system thirty two backslash cmd.exe ruby hellot.rb terminal. No select line twenty-five ninety-three space blank. C call local host dash nishi mods laptop dash sh eight bqd three i colon. Saving file slash home slash nishi mods slash c colon backs back <Hello. S 2> はい動きますね。はい。<unknown. S 2> えっと、今、えー、RubyTK でボタンだけ作るアプリが動いたんですけど、実は Unknown って言って何にも読んでくれません。Unknown でフォーカスされているそうです。えっ、ー、と、で、いろいろ、あの、何か情報を取る方がないかってスクリーンリーダーの機能を使ってみますが、<button. S 2> えっと、クローズボタンがあるということは、わかるんですが、ボタンはただのボタンなんだそうです。で、 こういうときどうするかっていうと、スクリーンリーダーユーザーは、お手上げになるか、文字認識使うかなんですよ。で、NVDA の最新バージョンには文字認識があるんですね。えー、NVDR っていうのをやってみます。よいしょ。お、リゾルトドキュメントって言われたので、ここで下矢印を押します。Hello, <T> お、ハロー TK 言いました。という感じで、 えっと、まあ、ここで、あの、拍手が出るような話じゃないんで、<laughs> ふんふんで終わりなんと思うんですけど、こうやって画像になってるボタンを一生懸命読んで操作するっていう。で、基本的にボタンは、えっと、エンターよりもスペースで押す方がスクリーンリーダー的には正しい作さ。という感じです。えー、っと、もうちょっとだけ、この GI フレームワークの話をすると、スクリーンリーダーとアプリケーションがどう、あの、通信っていうか、やり取りをしてるかなんですけど、 アプリケーションって、まあもちろんさっきまで e m a c とかいろいろお見せしたからお分かりだと思うんですけど、直接音声合成とか展示ディスプレイに何か送るよっていう命令を持って実行してるわけではないんですよね。あの、オペレーティングシステムが、あの、お前今どこにどういう文字出してるっていうの、お前今どういう名前でユーザーに見せてるみたいな質問をしてきたときにこうですよって返せるようにするっていうのがアプリケーションのあの、お作法になります。なので、 えっと、ボタンだよって言いながら実はただのビットマップを表示するような GUI フレームワークが来てしまうと、オペレーティングシステムはそこにはビットマップしかありませんって言って、情報を返してくれなくなる。ということで、スクリーンリーダーは読めないか、その一生懸命文字認識をするかみたいな話になります。で、なかなかそういうオペレーティングシステムのアクセシビリティの枠組みときっちり通信ができる、作り込みがしてある GUI フレームワークっていうのは多くはなくてですね、あの、 WX ビジェッツ。えっと、Ruby のラッパーで言うと WXRuby が割とアクセシビリティにフォーカスをしたフレームワークなんですけど、残念ながら WXRuby 最近開発止まってるよね、みたいなことで嘆いてる人が僕の周りにいました。はい。えー、最後にちょっとドキュメントの話をします。あのー、さっきから見せてる処方コード、処方コードにちょっとだけコメントをイコールイコールと、 イコール3つで入れてます。これを、しょ。えっと、Ruby の、えっと、標準的なドキュメンテーションツールだよと僕が最近読んで勉強したのは RDoc と Yard でした。で、えー、HTML に変換して読むことができて、えー、そのまんまウェブにあのリファレンスとして載ってることが多いので、視覚障害の人が ルビーのライブラリー言語使用を調べるときによく RDoc Yard の HTML を読もうとして、まあ、ハッピーだったり辛かったりするっていうのをちょっとお見せします。えっと、作ったコンテンツは Ruby2.4.1 で、えっと、読む環境は Firefox で今回はいきます。よいしょ。えっと、どうすんだ。よいしょ。っていうか、出てる えっと、まず、え RDoc、ー、から行きますか。いではい、えー、っと、まず、こ、ねはい、えー、っと、こういうドキュメントがあるときに、だいたいあのページの構造として、ナビゲーションっていう、まあ、 この画面の場合は右、あの左側ですね。ナビゲーションという領域とそのメインのコンテンツっていうのがあるんですけど、えっと、最近の Web アクセシビリティの技術では、ランドマークっていう方法を使うと、いきなりメインに飛んでいくよみたいなことができます。逆に言うとそれがないとどうなるかっていうと、ナビゲーション、<の>リンク、リンク、ヘディングレベル3、パレント、リンク、オブジェクト。 レでソース出現順に一生懸命して矢印キーを押して一個ずつ探していく以外に、あの、どっから本文なんだって探す方法がないわけですよね。実は後でもう一個探してください。もし、あの、ナビゲーションのどっかにいて、さっさとメインに行きたいなと思った時に D っていうボタンを押すと、メインのランドマークっていうのにジャンプできる。 で、えっと、RDoc は、そのナビ、あの、ランドマークが入っていて、えっと、ナビゲーションと、えっと、メインに簡単にジャンプできるようになっているということがわかりました。で、もう一つ、このメインの中を移動するための良い,い方法っていうのは、見出しですね。H1, H2, H3。見出しを使う方法です。で、えっと、これもスクリーンリーダーでブラウザを使っていると、えっと、class for greeting heading level 2 c o n s t a n c e heading level 3 public instance methods heading level 3 みたいな感じで、今 H キーを順番に押していくと、えっと、あの、見出しに飛んでいくことができます。ただし、えっと、今、さっき僕が、えっと、じゃあどこに飛べたかっていうと、えっと、constance, public instance methods で最初の class fork。この辺はちゃんと見出しがついてました。で、class for greeting っていうのは僕が、えっと、イコール2個でコメントにつけた見出しレベル2が、 えっと、最初から入ってました。なので、さっきバージョンっていうコンスタンツそのものは見出しになってなかったですね。えっ、ー、と、もうちょっと行くと、<Say goodbye. S 1> はい、こ level say goodbye にいきなり飛んでしまったので、この bye カッコっていうメソッドの見出しを探したかったら、もう一回ちょっと、バイオフを必要がありそうです。それからもう一つ、あ、みたいな感じで、まあ、見出しでジャンプできたりできなかったりだねっていう状況を確認しました。 それからもう一つあの、この HTML で僕が実は最初気づかなかったことがあって、えっと、なんか頑張ってこの辺のマウスポインターをいじってると、クリックトゥートグルソースが突然見つかったんですね。で、気づいてると思うんですけど、この矢印をーて、頑張っても多分これマウス、あの、フォーバー、フォーバ下から見えただけで、多分見えない,、ねえない。みたいな感じで、 あの、実はキーボードだけで読もうとしてる人がこれを探せないんじゃないかなという懸念はありました。ただ、もしこれが開けてしまったら、これをちゃんと読めます。ちゃんとインデントモードで出ました。みたいな感じなのが、えっ、ー、と、僕が確認した RDoc の、えっ、ー、と、C colon backslash windows line 25C colon L. はい。えっ、ー、と、 ヤードはランドマークはなかったです。えー、という感じで、ランドマークはないんですけど、見出しは割と充実してる感じがしました。まずクラスポークに行ってーー、o オーバービューに行って、これは僕がコメントに書いたやつです。コンスタントサマリーに行きます。ーバージョンは行かなかったんですけど、インスタンスメソッドサマリーには行けますね。 はい。で、えっと、コラップスっていうのは本当は読まなくても良かったような気もするんですけど、見出しとしては。でもまあ、いいことにしましょう。ちょっとこのコラップスの。プス。実はキーボードちゃんと操作できます。よいしょ。List, link, heading level, list, link out of list, heading level ンク・エクスパンドの方しましょうしょ。はい。えー、っと、今エンターキーでました。List with two, heading level, link number, greeting object.Heading level 3, say hello dot. 大丈夫ですかはい。List, two, あの、音だけで聞いてくださいという趣向ではないです。<laughs> はい。えー、っと、こんな感じで、えー、っと、ヘッド、ヘッド、今度はちゃんと矢印だけでビューソースに行けて、ヘッド、エンターしてみます。よしょ。Bl ank. Bl ank. n e 行,番号,行番号と本のソースの内容をちょっと多分テーブルレイアウトで分けて読んじゃってる気がしますけど、blank, def by, def by, p, tick by, tick, n d みたいな感じで、えっと、これも、えっと、エクスパンドしたところに飛べましたね。で、最後にちょっと、もうちょっと見出し何があったか確認すると、say goodbye dot, number by object heading level 3 えー、ナンバーバイ r by って言ってますけど、このシャープバイっていうのをちゃんと読んで、えっと、見出しとして、えっと、y a r は作ってくれているようです。インスタンスメソッドディテイルスヘディングレベルナンバーバイオブジェクトヘ c t head say バ o o d b y e number greeting object say hello、no、d はい。みたいな感じで僕があの、えっと、いろいろインタビューをするとあの rdoc yard でドキュメントを作った時にメソッドが見出しになってるともっとドキュメントが探しやすくていいのになということを 聞きました、えー。僕はもうちょっと頑張れたら、あの、サクッと <laughs> 直してコミットできたらいいんですけど、あの、今日はちょっとご容赦ください。えー、とりあえず指摘しただけです。よいしょ。みたいな感じで、えー、まあ、あの、スクリーンリーダーを使いながら、えー、コードを書いたり、あるいはコードを書くための情報収集をしたりっていうことがどんな風にやられてそうかということの、あの、大雑把な、えー、 実例を今日はお見せしました。それで、で何なのっていう人もいらっしゃるかもしれないんですけど、あの、いろいろこういうことに配慮していったことにはメリットはあると僕は思います。例えばその、標準、標準って言ってるものの中には、例えばさっきの、えっと、HTML に変換してもらうものっていうのは、ウェブコンテンツなので、ウェブコンテンツの 標準。で、その中にはアクセシビリティ標準っていうのもあります。そういったものをうまく、えっと、利用していただく、えっと、あの、合わせていただくことで、例えばその、えっと、将来のその HTML 技術の進歩、えっと、バージョンアップに強い、あるいはその、えっと、いろんな環境で崩れにくい、壊れにくい、あの、質の高いコンテンツになるだろう、コードになると思います。で、えっと、 まあ簡単に言うと、こういう HTML をアクセシブルにする技術って、スクレーピングに優しい HTML 作ろうねみたいな部分があるので、あの、例えば、シリとか、あの、アレクサみたいな、音声エージェントがネットからどっかから吉シに取ってきたコンテンツを、あの、声で聞くと声で答えてくれるみたいなものからも見てもらいやすくなると思うんですね。そういう新しい技術に特別に作り込むんじゃなくて、標準技術をうまく取り入れてもらうことで、 あの、未来に強いコンテンツが作れるんじゃないかと思います。あともう一つの側面は、やっぱ私たちが、誰もがいつどういう、あの、状況になるかわからない。えっと、一時的に目を怪我したみたいなことも含めると、まあ、誰もが、あの、いろんなハンディキャップを持つっていうことは、あの、あり得ることなので、あの、そういうことに備えて、あの、みんながやっぱりそういう、あの、人の権利を尊重しようねっていうのが、 世界的な動きで、あの、日本もあの、障害者権利条約に去年批准して、えっと、例えば公的な、あの、えっと、製品ですとか、ウェブコンテンツなんかでこういうことを配慮することが求められつつあります。えっと、W3C には、えっと、WCAG、WECAG って読む人が多いんですけど、そういうアクセシビリティガイドラインの活動があって、 僕はまあそれに関する日本のあのアクセシビティの標準化団体もそういう実装の観点からいろいろあの情報提供したりお手伝いしてます。で、まああの、でもそうは言ってもそもそもデジタルになるっていうことがいろいろチャンスを広げてるわけで、そのテクノロジーがあの、そもそもこういうあのことを可能にしてるっていうことも知っていただきたい。ポジティブにも捉えていただきたいと思います。 ということで、えー、まとめます。あの、Ruby の、えっと、あの、言語の話じゃないアクセシビリティについて、えっと、考察してみました。で、えっと、いいと思います。あの、Ruby のファンの視覚障害者いっぱい僕の周りにいます。でも、もうちょっといろいろできることもありそうな気はしました。それで、えっと、今回僕もこういう話をするよって呼びかけたら、 実は知り合いの視覚障害者は広島に来るんじゃないかなと思ったんだけど、ちょっとやっぱりさすがにそこにはハードルが高すぎたかっていう感じなので、多分僕の知り合いみんなこれ録画で見ると思うんですけど、そういう人がフラット来年のルビー会議に来れるような状況を作っていただくと、きっとなんか、あの、言語のコミュニティをデザインする上で何か面白い、あの、なんですかね、ステップアップにつながるんじゃないかなということを僕は期待しています。 えっと、僕の発表は以上です。ミシ西本さん、thanks a lot. And we have about five minutes and question time. If you have any question, please raise your hand. どなたかご質問あれば、質疑応答の時間取らせていただきます。あ、ではそちらの方。 どうもありがとうございました。えっと、以前ですね、あの、こういうハンディキャップの方用のそのデザインっていうものを考える上で、えー、健常者が普通に作っているっていうだけではなかなかチェックが難しくって、考えたらその、え、標準とかもできてきてるんだと思うんですけども、それとはまた違った見方をするっていう上で、の、実際の視覚障害の方にチェックしてもらうとか、っていうようなことの大事さっていうのを、 教えてもらったことがあるんですけども、実際にそういうふうな動きとかってあるんですかねえーっと、Ruby に関してですかどうい,ういや、Ruby だけでなくても <laughs>。えっと、あの、割と、えっと、例えば、視覚障害者の団体、NPO、えっと、就労支援施設で、アクセシビリティ診断やりますよとか、そういうコンサルティングをやられるところは増えてきていると思いますし、その、地域の視覚障害者でそういう、 あの、リーダー的な方は、割とそういう活動に、広島市でもそういう方を僕は知ってます。はい、ありがとうございます。Thanks. 先ほどあの、もう一方手挙げていらっしゃる方いらっしゃるので。あ、貴重なお話ありがとうございました。ドキュメントのアクセシビリティについてなんですが、他の言語のドキュメントツール、例えばスフィンクスとか、 docfx とかのアクセシビリティってどんな感じなんですかああ、そうですね。えっ、ー、と、聞かれると思ったんですけど、ごめんなさい。ちゃんと僕はスフィンクスのアクセシビリティを確認してなかったです。ただ、あの、Python のコミュニティも結構アクセシビリティに興味を持ってる人はいて、プローンとかその CMS のアクセシビリティ頑張ってる人は僕の知ってる人で。 いたりします。で、スフィンクスそのものがどうかっていうのはわからないんですけど、あんまり悪い評判も聞いたことはないというぐらいです。またいつか調べて、今度は Python のイベントでお話ししたら <laughs> いいかなと思います。<laughs> ありがとうございます。Thanks. And do you have any more one, only one question? 大丈夫かな ?Okay, thanks.、Uh, please give,、uh, ラウンドオブアプローズ。改めて拍手をお願いします。<laughs> 石本さん、ありがとうございました。